エルセン・マルティンは、ドイツバイエルン州、マルクトレドビッツ出身トルコ系ドイツ人で、元トルコ代表の元サッカー選手。ポジションはフォワード。ドイツ人の父とトルコ人の母の間に生まれる。弟のエルカンは 1FC ニュルンベルクに在籍している。恵まれた体格を持つ大型センターフォワード。U-19、U-21 トルコ代表を経験しているが、トルコ A 代表では、フォワード陣の層が厚いこともあって、あまり縁がない。1FC ニュルンベルクユースを経て、1998年にトップチームに昇格。1999年に母の祖国であるトルコに渡り、その後はトルコ国内のクラブを渡り歩いた。2007年夏、スペインのレクレアティーボ・ウェルバへの移籍が決まったが、当時在籍していたトラブゾンスポル側が引き渡しを拒否するという事態が起こった。その後、FIFA の介入もあり、契約から約2ヶ月後の10月20日に、ウェルバに無事入団した。しかし、2007から08シーズンは9試合225分間の出場に終わった。2008から09シーズンは16試合に出場したが、先発出場は1試合のみだった。チームは20位で、セグンダディビシオンに降格した。2009年7月、UEFA チャンピオンズリーグ予選に出場する、スイバススポルに移籍した。ありがとうございます。